4月1日登場予定のキャラがヤバい。毎年4月1日のエイプリルフールは結構面白いキャラが登場している。一昨年はガイモン、昨年はクンフージュゴン。では今年は一体誰なのか。いやー、無事カルガラとノーランドもゲットできて、未解放キャラはあと少し。君誰？まさかの運営さん、フライングでキャラを公表。デマロブラックがおそらく4月1日に登場する予定ですね。簡単に手に入る白属性はありがたい。しかもなんかすごい面白い特性してるね。さらに一番大切なのがメダル。過去2回ウソップのメダルが登場しています。これは抽選1,2,3全部星3が出るので、強化しまくれば大量に星9メダルを生産できる激アツイベント。サポート強化するためには星9メダルが必要なので、最近始めたばかりの方とかにはマジでもってこいのイベントです。これを機に大量生産を心がけましょう。キャラがニセルフィ、過去イベントメダルはウソップ。ということは、とにもかくにも4月1日エイプリルフールイベントを楽しみに待ちましょう。イベントメダルは絶対に作成、これテストに出るので覚えておいてください。少しでも参考になればチャンネル登録、高評価お願いします。